まあ、こちらはあのタイトル自体がアメリカ側から見た東京裁判士官の虚毛ということですが、まあ、さっきの江崎先生の話を聞いてくださった方はですね、ただ単になんか東京裁判士官間違ってる、日本は押し付け裁判でとんでもない目にあったっていうだけの単純な本ではないというのは分かってもらえたと思いますね。でそのベノナ文書ですよね。あのベノナ文書というのがですね、まあ、あのどういうものだったか、これは本にも書いてありますね。まあ、今日はゲストとして来ていただいたので、ちょっと本の引用をしながらこうあのちょっとだけ紹介しますと、まあ、この本でいう68ページにはこういう書き方をしてるんですね。まあ、ベノナ文書とは何なのかということで、アメリカ政府は1939年の第二次世界大戦開始以来、アメリカに出入りする国際電信をコピーして集積していた、まあ、情報戦でそういうことをやってたわけですよね。でその中にはソ連のものもあったが、暗号伝文であり、かつロシア語であることから単純に集積するだけであり、解読作業まではしていなかった。ところがそうです、だからロシアは味方国ですから、それを解読してなんか裏を書こうとか、そういうことは当初はしてなかった。まさかその後冷戦が起こるなんて分かってませんでしたかね、当時はね。でところが1943年にアメリカ陸軍情報部の特別局という、まあ、部局ですね、特別局のスタッフがドイツとソ連との間で米英を出し抜いて単独和平交渉が秘密裏に行われているという噂を聞きつけた。それを聞いた特別局の責任者カーター・クラーク大佐は、ドイツがソ連と単独和平に踏み切った、ドイツは保有している戦力のすべてイギリス攻撃に向けてくる恐れがあると考えて、まあ、スターリングラードの戦いの前後ですよね、と考えてソ連の動向を正確に把握する必要があると考えたのだ。ドイツの攻撃からイギリスを守っているアメリカとしては、ドイツの軍事的動向は極めて重要であった、ね、そういうことで、まあ、こういうのをちゃんと本当に解読しておかなきゃダメだなという話になる。でところがちょっと飛ばしますが、ところがソ連の暗号の解読は極めて困難だった。その困難さは技術的な問題と政治的な問題があった。技術的な問題としては、ソ連が使っていた暗号は極めて高度であって、その解読のためにはソ連の暗号のパターンを見つけ出す必要があり、そのためにはまず膨大な暗号伝文を解析するところから始める必要があった。まあ詳しい方はご存知と思いますけど、ソ連っていうのはワンタイムパッドといって、乱数表が1回きりなんですよね。1回で使い捨て、だからもうそのために乱数表は変わりますから、もう解読はすごい難しかったわけですよ。もちろん扱っていいとかいうのはめちゃくちゃ面倒くさいわけですけど、まあああいう上位形の最たる国ですからですね、もう言うたるにやれって言って、もうみんな必死にやってたわけですね。しかしそれだけじゃなかったわけですよ、問題はね。もう一つ政治的な問題はもう一つあってが政治的な問題がもう一つあって、それがルーズベルト民主党政権からの妨害であった。だからアメリカの情報戦を妨害するのは敵国のなんか技術だけじゃなくて、実は大統領に妨害されたと。ベロナ作戦が始まった翌年、フィンランドの情報将校たちがストックホルムにおいて、アメリカの情報機関の戦略情報局、まあ、OSS、ね、あの CIA の前身ですよ、の代表団に近づいて、ソ連の暗号に関係した約1500ページに及ぶ資料を売る話を持ちかけてきた。ソ連がフィンランドに侵攻した1941年6月に、フィンランド軍は暗号を解読する上で重要な手がかりとなるソ連の暗号コードブック、これを見れば暗号は解けちゃうってね、それを入手していたのだと。ところが、そのちょっと中略しますけども、ところがアメリカ国務省の強い勧めで、ルーズベルト大統領はそのドノバンというね OSS の代表に対して、ソ連に対するアメリカの善意を示すために、まあ当時同盟国ですからね、善意を示すためにそのコードブックをソ連へ速やかに返却するように命じたということで、とんでもないことになってしまったわけですね。まあ、あの詳細はこの本を読んでもらえたらと思いますが、そうこうして妨害とかを受けているうちに、やっと解読できたのはですね、戦後になってからだったわけですよ。戦後になってからね。で戦後になってからやっと解読できたと思ったら、その日米開戦前からアメリカの国務省、日本でいう外務省にソ連のスパイがいっぱいいたってことが分かったわけですね。だからまあソ連のそういう謀略によって、日米離間、さらには日米開戦へと向かっていた側面があるわけですが、その側面の一端が戦後になってやっと分かったっていう、なんてこったって話ですよね。はい。であとはまあローゼンバーク事件とかね、原爆技術が、核兵器の技術が、まあ、スパイを通してアメリカからソ連に漏れていた。だからアメリカは核実験、原爆実験をすぐやったし、あの水爆実験に至ってはアメリカよりも先にやっちゃったわけですね。そういうふうな重大な情報戦における敗北がアメリカであったわけですが、それも実はそういう情報機関は、あのそういうベノナ文書の解読を通して掴んでたんですが、それを出すわけにはいかなかったわけですね。出したら、あ、解読されてるって相手にバレちゃうということで、なかなか出せないままに、で出せないことで、そういう公的な文書で裏付けされないままにですね、その実はコインテルンがこういうことをやってた、アメリカには潜伏してた、場合によっては日本にも潜伏してた、でそれで日米離間があの行われたということは、単なるまあ都市伝説というか、単なる陰謀論として片付けられてたのが、
冷戦終結後にようやくベロナ文書が公開されるようになるんで、まあそういう主張をしてた人の裏付けがやっと取れたわけですが、まあ歴史研究としてはこれからという話になるわけですが、やっぱりもう日本のね、その戦後70年にわたってこう凝り固まってきた歴史観にとってみれば、まあ、時すでに遅しというかね、ね、本当にもう公開されてから、じゃあ公開されてから日本の歴史観が劇的に変わったのかというと、いや、そうじゃないんですよね。さっき言ったその学術界のその硬直性、つまり学会の先生方によってですね、自分は50年間日米開戦について研究してきた、これは日本側にこういう問題があった、当時の日本がこういう国だった、組織的にこんな問題があったとか、必死こいて人生をかけて研究してきた人にとってはですね、実はスパイがこんなことしてたとかやったら、もうそんなもう邪魔な情報なわけですよね。だからそんなものはもう知らんぷり、あるいはいや、こんなものはあの端下の話だ、その重要な話じゃない、これによって歴史が動いてるわけじゃないというふうに押しつぶす傾向がまだまだ続いているわけです。しかしこれはですね、あの学術的議論をするにあたっていろんな意見があっていいじゃないっていうレベルの話じゃなくて、やっぱりそういう実際に出てきた証拠根拠を踏み潰すというのはですね、これはあのいろんな意見の以前のやっぱり知的に不誠実な行動なわけですよ。私はせめてね、そういうあのまだまだ弱敗の研究者でありますが、そういう知的に不誠実な行動だけはしないようにと心がけて、まあ真実ね、歴史の史実に迫っていきたいと思っておりますし、まあそういう研究成果はもちろん本や雑誌の記事とかでもね、これから出していくと思いますが、そういうところでいや、ここが詰め切れてないんじゃないかとかね、そういうことがあったら、ぜひまあこの視聴者あるいは読者の方々からもまあ率直な意見を寄せてもらえたらなと思っておりますし、それによって我々の研究の精度もさらに高まるし、史実真実に近づけると思っております。